買っちまったな。どうも、玩具発掘事務所です。今回紹介する中古玩具はこちら、変身ベルトデラックスビジョンドライバーです。セカストでもハードオフでもホビーオフでも買取王国でもないです。おなじみのメルカリです。いくらで購入したかと言いますと9900円です。めっちゃ普通、いやめちゃくちゃ普通の値段で買ってしまったんですよね。欲しかったんで、もう今回の動画これだけですけども、まあ次の動画でね、ちょっとブックオフとかで買ったやついろいろあるんで、輸送箱の状態なんですけど、まあもうこの状態で送られてきたんですよ。なんで直接もうガムテープとかが貼られてて、すごいね、剥がしたらね、ベタベタするんで、あんまり綺麗に剥がすのやめました。まあ、別にいいかなって感じですね、個人的には。まあできれば段ボールが良かったんですけど、では開けていきましょう。ポンと。おー、かっこいいですね。まあ一応今回中身のね、状態確認とかは受け取り評価の時にね、中身見る必要があるんで、もう見てます。めっちゃかっこよくないか。このマットな質感にビジョンドライバーっていう文字がツヤツヤしてるんですよ。超かっこいい、めちゃくちゃかっこよくない。てか箱の状態めちゃくちゃいいんですよ。全然痛みとかがなくって、めちゃくちゃ状態いいんすよね。 ABCD つけるなら B です。で、裏面のさ、このゲイザーのね、パッケージのデザインもめちゃくちゃかっこいいっすよね。表が仮面ライダーグレア、上のここの部分がグレア2のパッケージのデザインになってて、ライダーはいないですけど、ベルトのデザインだけちょっと変わってますね。グレア2って書いてあります、はい、ではちょっと早速開けていきましょうか。ちなみに横こんな感じですね。セット内容等が書いてあります。デザイアグランプリのロゴがねあります。ポンとポンと、わー、かっこいいじゃない、かっこいいじゃない、すごいじゃないの。これ初ゲットですよ、ビジョンドライバー。すげーすげー。でちなみにね、このビジョンドライバー僕ね、購入したきっかけなんですけども、まあ、まずは9900円で、まあ、珍しいなと、1万円以下でね、売ってるの珍しいなっていうのと、ここの液晶部分に非公式のやつですけど、保護フィルムがね、ついてるんですよ、専用の。それがいいなと思って買いましたね。うっすら見えると思うんですけど、保護フィルム貼ってあるんですよね。だから、普通にこれいいんじゃないかなと思って、全然傷汚れがないんで、めちゃくちゃいい状態ですね。はい。こんな感じ、うん、可動箇所も問題なさそう。ベルト帯とかがついてて、 L と R のベルト帯がついております。両方ともこんな感じになってて、特にベルト割れとかがないんで状態は良好ですね。で、付け方がこれ結構変わってて、 L のパーツがあるじゃないですか。これはね、ここに通してから、こう通してからカチッと止めるんですよね。R のパーツは普通にいつも通りのデラックス変身ベルトの付け方ですね。で、ベルトにこのカードをね、取り付けるんですけど、これもなかなかかっこいいですよね。はい、こんな感じ。一応このカードにもね、保護フィルムが貼ってあるっていう風に言われてて、まあ見てみると確かに貼ってあるなって感じですね。ほら、ここもちょっとなんか空気入ってるでしょ。まあ別に剥がさなくていいかなと思って剥がしてないです。このベルトの R の部分ですね、に取り付けると。後ろをロックすれば、で完成、デラックスビジョンドライバーです。素晴らしい、めっちゃかっこいいね。ちょっとこちら電池入れたんで音声確認もしていきましょう。ビジョンドライバー、うわ、かっこいいな。てかめちゃくちゃ反射するね。超かっこいいわ。で、一応これね、30秒ぐらい待つと変身解除音的なやつが鳴って、また普通に一から遊べるんですけど、まあ30秒待つのめんどくさいんで、一回電源切って、もう一回付け直して、変身遊び。今度はゲイザーやっていきましょう。強すぎだろ。
完璧ですね、動作。変身してない状態でカードをスキャンするとっていう音声が鳴ります。光って音が鳴るだけと。で、一回ちょっとグレアに変身して一通りの音声確認していきましょう。めちゃくちゃかっこいいな、これは。すごいわ、ほんと。保護フィルムも全然気にならないですね。では、このままちょっと必殺技ですね。で、乗っ取り。うわ、消え方もかっこいいな。で、ここにレイズバックルをつけると、おー、なんか血が滴ってるみたいな表現がいいっすね。で、ハッキングしてない状態でレイズバックルをセットすると、めちゃくちゃノリノリの待機音が鳴ります。表示されてるのは数字かな。いいなぁ。共通音声が鳴るレイズバックルとかをセットすると、はい、こんな感じで虹色に発光すると。ゲイザーとかグレア2の必殺技とかも聞いていきましょうか。めちゃくちゃかっこいいな。わー、かっこいいな。そのちゃんとライダーによってね、必殺のカラーとかもなんか全然違うんで、発光のね、それもいいっすよね。で、ハッキングに関しては一緒なんですよね。ちなみにこれ2回ね、スライドする方法もあるんですけど、こっち側の反対の方を使うと、わざわざ2回スライドしなくても一発で、みたいな感じで遊べるんで、まあ2回スライドする場合は反対側でね、スって1回でやった方が
ここに凹凸があるんで1回でこれ鳴らせるんですよね。でちなみにこの対応してるカードなんですけど、まあ、このカードはまあもちろん対応してますし、でこのレイズレーザーカードもまあほとんどね、あのほんのちょっとねサイズが違うってだけでほとんど形は一緒なんで、まあ、これに関してもちゃんと対応はしてるんですけど、僕が気になるのはこのゼロノスカードですね。これでも遊べるかどうかちょっと試してみましょうか。あ、ゼロノスカード無理っすね。ちょうどはまんないっす。本当にほんの数ミリの厚みではまんないっすね。どの向きにしても逆にしても縦にしてもはまんないっすね。これは本当に買ってよかった中古玩具ですね、今年の。あ、これがちなみに30秒間待った後に鳴るなんか変身解除みたいな、天面のボタンを押すとまた変身遊びできますよみたいな。はい、今回紹介したのはこちらの中古玩具でした。では次の動画まで、バイバイ。